1> 第1部,部では現代医学の正当的ながんの病理観と治療法について述べましたが第2部では私自身のがんに対する病理観を述べてみます。私が多くの先人たちの業績や著書より学びさらに自分の研究や臨床経験から到達した結論は 現代医学の正当的なな見解とは全く異なっています。現代医学のがん治療は成功しているとはお世辞にも言えないのが現実です。その原因は現代医学の根本的ながんの病理観が間違っているからです。正しい病理観なくしては正しい治療法は望めません。ここで私は 現代医学の病理観の根本的な誤りについて述べたいと思います。これには多くの先人たちの業績や著書を参考にしました。謹んで後書きに名前を挙げさせていただきました。